ドジャースの大谷翔平投手30が16日、日本時間17日、第94回オールスター戦を前にテキサス州アーリントン市内で開催されたレッドカーペットショーに4年連続で参加した。大谷は予定通りマミコ夫人と共に手を繋いで登場。裏地にたくさんのデコピン。 が書かれたおしゃれな茶色のセットアップを着こなし、白のスニーカーを合わせた。アミコ夫人は純白のノースリーブドレスで、大谷と談笑しながら100メートルほどのレッドカーペットを歩いた。大歓声も沸き起こる中、大谷がファンにサインする一幕もあった。また、連れてきているはずの愛犬、デコピンの姿はなく、裏地、のみの参加となった。 大谷は、まず選んでいただいてありがとうございました。何度来ても素晴らしいですし光栄です。アミコ夫人は、普段にはない格好なので、試合は、今日は楽しみたいと思います。1打席集中しながら、自分の持っているものをしっかり準備して出せればなと思います。とインタビューに答えた。昨年はレッドカーペットショーの選手トップで登場。 グレーのスーツをモデル顔負けに着こなし、グレーのネクタイを合わせていた。レンジャーズの本拠地テキサスアーリントンのグローブライフフィールドで行われるオールスター戦では、ナリーグの2番 DH で先発する予定。